立憲民主党連邦が大炎上、ブーメラン9連発に民主党の反省もなし。本日、立憲民主党の連邦さんが国民民主党との合併についてツイッターでこのような発言をしてしまいました。立憲主義と熟議を重んずる民主政治を守り育て、人間の命と暮らしを守る国民が主役の政党、自由と多様性を尊重し支え合い、人間が基軸となる共生社会を作り、 国際協調を目指し、未来への責任を果たす安倍政権にない姿勢を基本理念にした政党をとなっておりまして、まあ、こちら、この主張ですね、非常に分かりにくく、ブーメランも連発されておりますので、簡単にご紹介いたしますと、まずこの立憲主義と熟議をもんずる民主政治を守り育てるという部分、立憲民主党は憲法で規定されている憲法改正に関する議論を、 国家において妨害続けており、またその他の審議においても何度もデマを流して、審議自体を妨害しておりますので、立憲主義も熟議も重んじておりませんし、さらに民主政治を守り育てるどころか、破壊しようとし,破壊し,ようとしてしまっているというです、ね、事実がございます。また、人間の命と暮らしを守るという部分については、 民主党政権において、熊本のダムの建設が中止された結果、大きな水害が発生し、民主党政権によって命と暮らしが奪われたと、破壊されたというですね、事実もございます。また、国民が主役の政党という部分については、立憲民主党は希望の党から排除された国会議員の皆様が、国会議員という特権を、地位を守るために、急いで作った政党であり、 国民が主役ではなくて、国会議員が主役の政党でございます。さらに、自由と多様性を尊重し、支え合うという部分。蓮舫さんは参議院において他の野党の議員から、独裁者のように振る舞っているという旨の批判をされておりますので、こちらもブーメランになっておりますし、共生社会や国際協調、また未来への責任という部分についても、 民主党は日本は日本人だけのものじゃないとか主張し、偽装難民や健康保険の問題、また尖閣諸島において中国に弱腰で民主党政権が終わった未来においても様々な問題が発生し、安倍政権が改善しておりますが、明らかにですね、未来の責任も 共生社会も国際協調も民主党においては失敗し責任も果たされていないというですね事実もございます最後に安倍政権にない姿勢を基本理念にした政党をと蓮舫さんが主張されておりますが民主党において自民党がやらなかったことやってはいけないと分かっていたことをやって 失敗したという事実がございますが、この蓮舫さんの主張では、また民主党の民主党政権の悪もですね、確実に繰り返すことになるでしょう。未だに何も理解されていないということが、この蓮舫さんの主張を見るだけでも、皆様ご理解いただけるんじゃないかなと思いますので、 皆様、今後ですね、立憲民主党と国民民主党の新党が誕生しても、選挙で絶対にですね、投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。